ビューストホットです。そうです、私がユーストホットです。お疲れ様でした。3時間の生放送お疲れ様でした。でした。ユーストホットって何なの？え、ここにタイトルがユーストホットって書いてあるから、私がユーストホットですっていうか、私がユーストホットです。ユーストホットって何だっけ？いや、書いてあるから俺のことかなと思って。違うよ。そうです、私がユーストホットです。さあ、はい、3時間の生放送終わりまして、はい、お疲れ様でした。今日ははい、まだ帰れないよ。この後ね、10時からのミュージックボックス生放送を、はい、古谷香織さんが担当するので。そうです、温存してます。だからあんまり喋らないようにしようかな。ね、俺関係ねえけど。一切関係ないよ、ね。そうね。頑張ってね、かおりん。おお、頑張るよ。頑張ります。たくさんのメールいただいてありがとうございました。すっとこどっこいしょうさんのね、キャッツアイかけられなくてごめんなさいね。6時半到着のリクエストは無理です。さすがに。池田哲彦さんのセプテンバー、これ2回来てたからね、もしかしたらあれ届いてないのかなと思って送ってくれたのかもしれないけど、テーマは読んだっけ？テーマ読んだ、ね、リクエスト曲は火曜日に同じリクエスト曲を送ってもらってかかってるので、あ、そっかそっか、もういっかっつって。それから千田高さんもね、まっぺちゃんのリクエストとかくれてたんですけど、うん、ありがとうございます。もうずいぶん昔の曲なんで、もういいかなっつって。もういいかなって、もういいかなって。他にもでもね、なるべく書けようとして、没枠に入ってた加山雄三さんの曲とかも書けましたから、あと時あさこさんも書けましたね、うん、今日ね。あと V6 も大抵2曲来たら1曲なしにしたりとかしたりするんですけど、続けて今日かけられたんで、ね、時間枠的にね、よかったですよ。 V6 が被るのも珍しいね、ほんとね、などのメール。ザードの負けないでよ、ライブバージョンでね。それなんでライブバージョンしかないっていう、びっくりしたって。ライブバージョン本当になかったんだよ。嘘でしょ。ねえ、そんなのことあり得る？でも先々週ぐらいにあったと思うんだよ。でも西さんのことだから全部調べたんでしょ。もちろんもちろんもちろん、負けないでで出てこないから負けで検索したもんね。負けそしたら負け犬の遠吠えっていう曲とか負け犬ドライブっていう曲とか、なんだろうね、負け犬たちのレクイエム白竜っていうのとかね、全然違うよね。出てきてね、それで負けないではね、うん、ライブしかなくなっちゃったんだよね。惜しいね。何があったんだろう、このライブラリーに。さっきからすごい聞きたいのが、カモン達夫の名前負けっていう曲が入ってて、名前負けすごい聞きたいのよ今。負け犬ドライブも気になります。負け犬ドライブも気になるね。確かにね。もういっぱい気になるのよ。ちょっとカモン達夫さん今聞くの、うん、みんなには聞かせないけど。気になるじゃん。俺たちだけ聞くっていうのやってる。気になるじゃんね。ちょっと聞くけどさ、
はい、だんだん名前負け関係なくなって関係なくなってる、ね、いるけれど発展していってるやつですね。ねえ、皆さんもぜひカモン達夫さんの名前負け聞いてみてください。汗臭い香りって言われた香りは汗臭いって言われたよ、ね、汗臭いくせに香りっていう名前だときついねっていう話でしょうね。あ、ぜひ聞いてみてください。 YouTube で聞いてみてくださいなんでもそれで負けないでがないのよ。ねえ、おかしいわ。不思議だよね、負けないでがないなんて。ねえ、かけたことあるよね。ある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 。いつも白黒さんってほらリクエストのボキャブラリーが少ないから、あのだいたい 4,5 曲がぐるぐる回ってるじゃない。なんかそんなもうちょっとあるんですか。もうちょっとあるかな、うん、もうだいたい4曲か5曲がぐるぐる回ってる。もう白黒フォルダーとか作っとけば多分その中で収まりそうなだからかけたことあると思うのよ、うん、白黒さんにリクエストもらって、うん、ね、なぜかそれが今全部なくなってるっていう不思議な、いろんなことが起きますね、うん、というようなはいことで、他にもリクエストでも随分あのなんだっけ、小倉圭さんの俺たちの旅とかね、うん、いいリクエストでしたね。懐かしかったな。中村雅俊じゃなくて小倉圭でもいいっていうところが良かったですね、うん、ジッタリンジンのプレゼントも懐かしかったよね。そうですね、私があなたにあたたたたってやつあたたたた懐かしい。最初の30秒ぐらいがずっとなんかオルゴールの音みたいのが流れてて、そういう始まりなんだ。それを全部ぶっ飛ばしてなかったことにして、うんうん、あのウキャ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 から始めたんですよ、うんうんうん、だから何かの曲とつながりではかけられない。あ、そうだね、1曲目にして、それでしかも最初に、うん、何かカオリンが喋ってる間に34秒のところまで持ってって、うんうんうん、スタートしないといけないから、なんだろう、それシングルバージョンじゃないのかな。全部聞いたんだけどみんなそうだったんだよね、なんかね、シングルがそういうアレンジだったのかな、ね、時あさこさんのは前にあなたなんだっけ、なんだっけ、 あなたって素敵だわ、あなたっていくつなのってやってたじゃん。あれで前かけたことあるよね、うんうんうん。あと末和成さんの加山雄三シリーズも久しぶりにかけてないね。というようなたくさんのリクエスト、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでこの後はミュージックボックスなんで、みんなミュージックボックスにメールをください。はい、シクラメンの香りしか知らない。小倉圭さんの曲はでもいっぱいヒット曲でもありますよね。小倉圭さんの曲で何が一番好き？あれそうじゃなかったっけ、意外な曲ではさ、あの人誰？意外な演歌っぽい曲も書いたりしてなかった？演歌？あれあれ、夢芝居。梅沢さんの、そう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 。あと美空ひばりさんの愛さんさん。そうなんだ、うん、愛ザンザンザンってやつ。ザンザンザンってあと綺麗じゃないね堀内孝雄さんが歌ってた愛しき日々もそう、あがで詩を担当したのかな、ね、とか。ジッタリンジン本当に最初オルゴールバージョンなんだ。うん、録音レベルが低いテープだと無音判断されていくとかされるあったよね、こういう。あったね、無音判断されるのあったよね。なんて今言えたい。無音判断されてるのあったよね、うん、なんかね、なんか画面が暗いかもって。そうなんだよ、なんか先週もそうだったんだよね、うん、なんか今日は暗いバージョンで。ちょっとじゃあまた
待ってね、今先週もそうだったんだよね、うん、今日の私は暗いのです。ちょっと今もう一回つなぎ直し読み込みしてみる、暗いかな、ちょっと。そして今また、ね、大丈夫かな。頑張れ、ルミックス。こんな感じで、とりあえず、はい、はい、行っちゃいます。ね、こんな感じで。そう、銀行員しかも支店長だったんだね、すごいね。小倉さん、小倉圭さん、そう、確かずっと勤めてたんだよね。ヒット曲が出した後も、うん、なんか浮かれることなく、なんかサラリーマンを続けていた。そうなんだ。だよね、しばらくね。どこまで勤めてたんだろう、そういえば。支店長さんって言ったらね、ね、すごいよね。じゃあみんなに惜しまれながら辞めたのかな。銀行、93年に銀行を退職したんですって。93年、うん、そんなに働いてたんだね。75年にだってシクラメンの香りが大ヒットしてた。もうすごい前じゃんね。え、へえ。西さん消えた？あれ？俺消えた？消えた？俺？いるよ。副業禁止規定は適用されなかったわけね。いる？いるよ。大丈夫大丈夫。多分いる。うん。そんなに触らなくても消えていないよ。あ、本当？うん。よかったよかった。さあ、じゃあミュージックボックスがあるので、はい、どうする、早めにやって、うん、で一回寝たいじゃん。寝たい寝たいの。うん、ザニッサンだけね。やばいじゃん、めっちゃあくびしてるじゃないですか。もっとこう集中してくださいよ。集中してたよ、さっきまでは。映ってるんですよ、カメラに。ちっちゃいけど、うん、消えていないよって。本当だ、一瞬消えたけど戻ってきてますよ。そっかそっか、見えているんですよ。ねえ、痛い、あ、血出た、引っかいたら血出た。痛い、何してんの、なんで引っかいてんの。かゆくなったからって書いたの、そしたら血出たの。痛い、ちょっと痛い。ティッシュありますか。いいの、ティッシュなんか。いや、服とかついちゃうじゃん。大丈夫よ、血だらけにしないでくださいね。大丈夫よ、怖いから。まずは、はい、あのフッサのお店がやっとオープンしてね、はい、グランドオープン先週させていただきました。3連休16、17、18の3日間をカオリンがどうしてもこう 3days 1 man で全部私は違う曲でやりたいって言って私は全部衣装も変えてやりたいってどうしても言うんでそんなライブをね。なんで今一瞬で目をそらしたの。行いました。お客さんもね、なんか台風とか来てるから、ね、どうかしらなんて思ってたけど、みんなね頑張って来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。
こき使われました。こき使われたっていう言い方はどうかと思うよ。日産にそういう言い方はどうかと思うよ。それはおかしいやろ。こき使わ、まあこき使ったな。でしょでしょ。でもライブはとっても良かったと思いますよ。ありがとうございます、うん、楽しかったですね。はい、なんかあんなに、あ、こんなに曲あるんだなっていうね。まだあるからね。まだあるもんね。もうあと1日、もう1日、1日2日ぐらいはできるよ、ね。そうだね、1日2日ぐらいはできたかも、ね、やんないけどね。ね。やんないよ。やんないよ。もう 3days でいっぱいいっぱいだわよ。本当だよね。今週末、明日、明後日の土日も、はい、かおりさんにはぜひライブをお願いしたいんですけれども、あ、じゃあその続きやろうか、その3日。いや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 、まだあるよワンマンライブ、古谷かおり、まだまだ行くわよライブ、ちょっとワンマンライブ、あの 2days、 あの頼りすぎじゃない？私に。本当よね、もうかおり一人に頼ってるわよね。ねえ、ねえ、行くけれどもさ、行ってもいいけれどもさ、お願いします。行くけれどもさ、うん、東京ブルースっていうお店、あのビールね、結構あの近くにはあの売ってますいっぱい。すごい高いんだよ。そうなの？うん、500-600円するの、もう買う時点で。ビールいくらにしたらいいんだっていう話でしょ、売るときにさ、1000円以上になっちゃうでしょ。飲んでくれなそうだね。ね、じゃあ朝日でいいやみたいな。ね、1500円ぐらいで飲んでくれるんだったらみたいな。これがあれですか、玉自慢、それなのかな、わかんないけど、ベランダ風呂も有料で、あのそれはいいや、ベランダ風呂と、それはいいや、あのなんだっけ、マッサージチェアの、マッサージチェアが今200円じゃん、ベランダ風呂とあのセット入館料みたいのをやろうか。それぼったくりになるよ。西さん、そんなことないよ。あのだってベランダ風呂が300円なのよ、入湯料が。ちょっと待って、シンディより高いの？そうよ、だって入湯税もかかるしさ。入湯料300円の、それでシンディが200円だから、合計すると普通500円じゃん、両方利用すると。うん、それがセット、ベランダ風呂&シンディセット料金っていうのが200円になるらしいよ。ベランダ風呂タダじゃんっていう。そうだね。なんだそれ。誰も入んないっつうの。そうだね。いやー、いないよ。いないね。だって日産だって入んないんじゃん。入んない、俺一度だけ入ったけどね。ねえ、それっきりだね。いつ入れっていうんだ。いや、もう今日でも入れば。無理やっちゅうね。入れば無理やっちゅうね。だからどのタイミングで、だってあのパッと出た時にお隣の小倉さんの奥さんと目が合うかもしれないんだって。あ、どうもみたいな全裸でさ。そうだね、そんなんやれよ。それ勘弁してほしいよね。そうですよ。それで明るい時に出たら、あのなんならあれだよ、宅急便とか来るかもしれないんだよ。そうだね。カンカンってこんにちはって言われて、はーいって俺が全裸で出てったらどう思うよ。やだね。やでしょ。やだね。お互いに嫌でしょ。やだね。誰も得をしないでしょ。もうじゃあいつ入ればいいの？だから入れないんだよ。いつならいいの？入れないんだっつーの。はい。だからカーテンだよ、カーテン。カーテンね。そういうのね、つけようかね。もしくはその腰の高さのこの柵のとこを隠すとか、せめて。ああ。そうね、なんかね、そういうの下だけ隠す、とりあえず罰ゲームにするか。やだ、ベランダ風呂500円にして、それでもう誰かがあのなんかゲームやって負けた人はもうベランダ風呂に入んなきゃいけない、500円払って、しかも払わなきゃいけないの、払わなきゃいけない、そうそれお客さん減るようにした来てほしいんでしょ、お客さん。それはそれじゃもう大変ですもの、皆さんお客さんに嫌
嫌がられるようなさそんなメニューはいらない。そっか、あ、夏場のシャワーとかだらね、寒いからね今。うん、確かにな、うん、難しいわね、うん、まあまあそんなんで、あの無事に 3days オープンして、はい、たくさんの方来ていただいて、はい、ありがとうございました。非常にいいライブができたのでね、今週は本当はなんかあの次はね、あのいろんなアーティストに出てもらおうと思って声をかけたんですけど、みんなダメ で、うん、で急だからね。ちょっともう来月ぐらいのブッキングしてったらいいんじゃないの。いやだから10月とか を中心に聞いたんだけど、もう多分ね、うん、11月、次に今決まってるのが11月5日のタミヤ俊彦っていう。あ、タミヤさん決まったの。そう、タミヤにだから今週末とか出てもらおうと思ってたんだけど、うん、11月5日、うん、お10月5日は、もう1日ぐらいどっかあったんだけど、うん、なんかその日もちょうど日曜日だね。そう、みんなほらもうさ1ヶ月2ヶ月先ライブいっぱい入れてからね。だから鈴音ちゃんももう10月中は土日が全部ダメっつって、うん、で今なんかあまり具合も良くなさそうだし、うん、じゃあ落ち着いてからにしようかっつって、もうクリスマスだね。クリスマスディナーショー誰にするか決めていかないとね。うん、そういう時期だね。でも今の感じだとね、多分うちの店ね 2ヶ月持たないかな。ちょっとちょっと一生懸命オープンまではこぎつけたんだけど、うん、それでなんか尽きる力尽きた感じ頑張ろうよもうちょっと多分もうあのうちの店が先に倒れるか、うん、古谷香織が先に潰れるかみたいな、私共倒れなのまあそんなそんな感じですけども、皆さんがね、あの結構ツイキャスなんかしてるとさ、うん、ツイキャスしてても誰も来ないような平日なんかだともう来ないじゃんあんまり。そうするとみんなが心配して来てくれるっていうね。ねえ、ありがたいわよね。まだ お客さん0人だった日はない。あ、ないね。そうだね、ありがたいじゃないですか。ナスビーさんなんか本当に毎日のように来てくれて、昨日はザカさんも来てくれたしね。ザカさんお誕生日、ね、あ、今日ね、おめでとうございます。フルザブどうぞどうぞどうぞ、おめでとうございます。ね、なんかもっとハッピーバースデーとかやればよかったね昨日ね。一緒にもちろんさだまさしを歌ったんだけど、巨峰復活ライブですかそうね、今回まだうちの店では古谷香織と巨峰しかやってないからもっといろんな人に出てほしい。まあだんだんだからお客さんと同時にこうそういう歌ってくれる人がね、うん、特にあの地元のらへんの人がなんかだんだん歌ってくれるようになればと思うんですけど、うん、ドジョされますってということで、ね、皆さんに支えていただいてなんとかオープンにこぎつけたんで、うん、そう、まだ2組目が2組目のライブが巨峰でした。巨峰なんかそういうのつけていったら面白いよね、歴代出演アーティストみたいなさ。そして2番目に古谷香織巨峰って書いて、何かと思うよ ね、 なんかね、そうだねということで、はい、今日はだからそれでまた明日明後日もね、香織さんにちょっと来ていただいて営業してしようかなと、時々あいまいライブやったりなんかして、はい、行こうかなと。ライブがない時はなるべくもう香織さんにどんどん土日来ていただいてですね、どんどん歌ってもらおうと思って、ほう週末平日だとね、平日もお客さんはもちろんみんな香織さんが来てくれたら嬉しいんですけど、平日でやっぱ香織さんのギャラってほら最低10万からじゃないですか。ちょ、高い。ここまで行くっていうのはちょっと嘘、ね、そんなギャラもらったことないなかなかそんなギャラもらえるんだったらもう私働かないよ、ウハウハだよ
1回でそんなギャラもらえたらね。なので平日ねお呼びするにはもう本当にちょっと申し訳ないんで、まあもうちょっとだから平日でもお客さんとかミュージシャンがすごい結構来るようになって回ったら、そしたらほらやっぱりあの人手もね必要になってくるし、そしたら香りも人がいっぱいいるところで歌って CD を売りつけたりなんかすればなんとかその最低ノルマの10万に届くかもね。最低ノルマが10万なんだ。そこまで持ってきればいいなと思うんだけど、誰かがピンハネ、そうですよ、誰、僕が9万8000円をピンハネしてるから。そんなにピンハネされるんだ。ね、だから週末はとにかくなんかなるべく香りに来ていただいて、そういうなんかなんていうのかな、そうお客さんたちがずっと来てくれればこんな美人が来るんやでっていうね、お前らが来ないと俺だけになるんやでっていう。まあだからそういう、まあ、ちょっと遠回しで脅迫ですよね。何それ。そういうふうにしてカリのギャラ2000円なのかっつってね、そんなにピンハネされるじゃあね、違う違う、その2000円とかごめんね今日2000円だったから半分ずつねって1000円ずつ分ける、さらに半分になっちゃうのね。カオリンが受け取ってるのは1000円、生活していけない。私出稼ぎに行かないと。ぜひ皆さんねこの後もご協力いただければと思います。で今日はミュージックボックスが10時からあるので、はい、もうこれでだから全員が生放送を経験する、そうですね、私が最後だわ、ね、だから今回ので、うん、一番なんて言うんでしょうね、完成形をいろいろみんな試したじゃない、アランヒルズが例えば最初なんとかこうツイッターを読みながらやろうとか、うん、それから鈴音ちゃんはなんか メールをなるべく紹介しようとか、ミュージックはなんかなんて言うんでしょうね、 生の感じをなんとか生かそうと、うん、ね、曲もテーマ曲もこのきっかけにミュージック書いたりとかしたしね、うん、そういうのいろいろこう試しつつで、みんなそれぞれまあ聴いてる人も聴いてない人も聴ける人も聴けない人もいるだろうけれども、とりあえずその4週で俺の中ではずっと見てるじゃん、うん、ずっとこうディレクションしてて、この4週目でまあある程度完成形が出来上がればいいかなっていうね、その完成形を今日は古谷香織が生放送で見せてくれますんで、なんか今グーンってハードル上がってる。今までの3人との格の違いを見せてやりますんでね。言っとくけど私生放送後だからね。生放送後の生放送だからね、3時間の生放送やってなんか2時間ぐらい配信させられて、その後また1時間の生放送やるってすごいよね。そうだよ、私どこまでこうちゃんと考えられるか、こんなそんな忙しい人って俺の知ってる範囲では見ぬもんたぐらいだよ。ミノさん、まあ、ミノさんそれを番組終わったから飲み行くけどね。朝まで。まあそこまで頑張ろう。え？目指せミノモンタ。ね、いいよ。私はいいよ。相模原のミノモンタですって。なんて。私相模原のミノモンタですって言えるぐらいに。言えない。言いたくない。というわけでいつもだったらね9時過ぎまでちょっとダラダラしておりますけれども、9時にはちょっと準備に入ったり、はい、ちょっとゆっくりとしたいと、はい、思いますので、ちょっと若干いつもより早めに巻きで、そうね、美香ちゃんもそうだね、夕焼け夫3時間やった後、そうだね、 TDH そうだよね、やってんだもんね、まあ、ほら美香さんの場合もさ、うん、休みなしじゃんね、間がね、それはそれで大変だよね。そうね、でも交通情報をゆりちゃんが読んでくれてるけどね、交通天気それだけでも嬉しいよな、うん、誰か読んでくれたらな。前
近沢って誰よ。なんで漏れ近、もろ近じゃない、なんだっけ、あのえエビ近、駅近ちょっといろいろみんなちょっと黙ってよ、ちゃんと西さんが出てくるか。ちょっと待って、あ見ちゃダメよ、見ない見ない俺桃近、まざざあお、地下だよ、地下、地下、地下ってる、地下、地下は合ってるんだ、地下合ってる、地下は汁に香るなんだその感じ地下、地下、地下、何地下だ、何地下だ、何地下だ、駅地下、駅地下、デパ地下、米地下、地下地下、この地下、地下地下、あ赤地下若地下、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 ヘロ地下、あれ東京ロマン地下、駅地下、犬といえば芝地下、芝地下ちゃんもうちょっとなんで出てこないのあんなにお世話になってたじゃないですか。本当だよ、ね。柴地下がいてくれた時なんかだとね。そうだね。ああいう時期がちょっとあるとこうすごいありがたみがわかるわよね。あとあのなんだっけ、あのほら男の子が、うん、なんで触れなくていいところに触れてしまったんだろう俺。はい、名前を。この間もアニソン、アニソンのあれやってたよね、ミュージアムとかで頑張ってやってますよ、なんかあのあれでいい、あのニックネームみたいなさ、いいよニックネームで、ハバロッティじゃなくて何なんだっけな、何ハバロッティ、なんかアニメのキャラクター的な、うん、天使の名前じゃなかったっけ、大天使、あなんかそういう感じ、大天使とかそういうの、ミカエ、ミハエ、ミカエル、ムキエビ、違うな。ミカエル。ミカエルはまだいいけど、ムキエビはないでしょ。あれ、もう。でもカタカナだよ、カタカナ。ね、あ悪魔だっけ。悪魔だっけ。天使だ。いや、元天使で、うん、それで悪魔になったんだと思うんだよ。だからいわゆる堕天使という。あ今なんかいらんワードを入れてしまった気がする、ちょっと待って、ルキフェル、違う、ルーブル美術館、ルシフェル、ルシフェル、ルシフェル、おー、合ってるよね、ルシフェル、そう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 、ルシフェル、あれ違ったっけ、ルシフェル、違ったっけ、ルシフェルですだよね、はい滝沢徹くんね、そう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 、あすごいね、フルネーム覚えてんだ、当たり前でしょうが当たり前でしょうが、ね、一昨日お店に来てくれた地元のお客さんは小山さんそうなの、うん、小山さん、うん、やっと一人覚えて、あと誰も覚えてへんけど、これから覚えていこうと思って、いい心がけだと思います、うん、多分ね、あの5人ぐらい覚えれば済みそうだったから、うそー頑張って覚えようと思って、ルシフェル、ルシフェルね、そうそう、滝沢くんね、えみんなそれぞれの道を、ねえ、頑張ってますよ、頑張ってるよね、ありがたいですよね、でもそういう人が一緒にサポートしてくれるとね、まあ、みんなサポートをちょっとやってはもう旅立っていきね、どんどんカオリンが置いていかれる感じの若さって素晴らしいよねというわけで、結構ねその生放送の間もう一人喋りだもんね、ずっと ね、 そうですね、大変ですよ、でそれの後こうやって配信でね、また2時間ぐらい、どうしようもないツッコミをさせられて、本当だよね、突っ込みたくもないのにね、そんなもの、もう休みたいのに、もうお前自分で突っ込んでくれやぐらいに思うわよね、そういうでもこう突っ込んでくれないとしつこくなるだけだから、そうそうしょうがなくしょうがなく突っ込むけどさ
あのカオリン美人って言ってた人はあの人はね嘘でしょさんっていう嘘でしょ嘘でしょって何回言われた面白かったよね。アキさんはおめでたですか。うん、そうなんだ。時間大丈夫ですか、っていうことなんで。あ、そうだね、ルシフェルに大塚君が夢中になってたかもしれない。ね、結構イケてる感じだったもんね。かっこいいもんね。ね、ほんとほんといい男だし、ただ装飾なんだよね。そうでしたね。そう、あんまり今時の装飾系男子、三次元女に興味があんまりない感じのね。え、なんでですかみたいな。え、付き合って、あの、付き、なんか綺麗、好きな女の子とかできて付き合いたいとか思わないのって言ったら、え、でもめんどくさくないですか、いろいろつって。お前それをその年でめんどくさいってもう全然何言ってもこう空回りしてたわよね。届かない感じだった、ね、そういう意味でもしばちかちゃんとは全然して正反対な感じだったね。しばちかはなかなかの肉食女だったもんねガンガン夜中のクラブとか遊びに気持ちね行くしね。ねっていうか、なんかあの、なんていうんだろうかな、なんていうんだろう、レシフェルはすごくさ、なんか今の日本の男の子っていう感じじゃん、見た目とちょっと違って、うん、であのしばちかはもう心はなんていうの、カンボジア人みたいだよね。わかんないけど、カンボジア陽気な南米の人みたいな感じじゃない、なんか南米の人かどうかわかんないけどそんな感じがしてるよね。いや若い人っていい、でも素敵、あの二人はでも素敵よね、本当にね。それぞれに違う魅力があってね、頑張っていってほしいわ。ねえ、しばちかちゃんももうね4月からお仕事始めて頑張ってるかな。頑張ってるでしょ、頑張ってるでしょ。なんかせっかく自分の好きな映画関係のお仕事に就けたんだもんね。うん、でもそれはもうすごいことだしね。だバイタリティあるし、なんかあの子はすごい周りを明るくするようなね、うんうんうん、花を持った子だから、そうだね、どこに行ってもうまくいきますよ。うん、農民のイメージって実家そうかな、実家じゃなくてイコールのお米もらったけれどももらったけどねミルキークイーンだっけ、お米をいただいたけれども、はいはいね、ご実家から。にしさんは雑食ってどういうこと何でもいいってことあんなこと言うな人間に限るっちゅうねん。さあ、じゃあそれでは、はい、あ、そうだね、独立して会社作ったりとかやりそうね、うん、そういうことできそうな、しばらくしたらなんか、ね、バイタリティがあるよね。なんか FM 相模に乗っ取るぐらいの勢いがあったそうですよね乗っ取りはしないでしょうけどなんかね。じゃあ、はい、もう数字僕考えといたんで、はい、数字いろいろ何しようかなって考えた結果、うん、思いつきって書いてある。書く、読むんじゃねえよバカ野郎え俺が今嘘をつこうと思ったと言ったところでいろいろ考えた結果、今日はあのこれしかないなと思ってこの数字に決めたんでって、それで最後に思いつきってこうオチをつけようと思ったら思いつきって書いてありますけどってこのボケ思いつきです。人のボケ潰しやがって、ちょっともうなんか分かりやすく言って分かりにくいと、はい、分かりにくいからさ、思いつきで、はいね、思いつきです思いつきで数あの数字をただ3桁並べました。だから全然何にもあの根拠何にもないです、うん、そういう数字でございますひどいですよ、代わりの容赦ない武家通知もう一番さ、だって最後に出すじゃんそれ、最後に出すやつを最初に読むやつがいるか。だって今ボケるっていう伝わってこなかったよそこに書いてあるの最初に読むか、今まで一度でも読んだかどうだったかな読まないでしょ答えが分かるんだから、そしたらああ面白い
まあ、そういうわけで、思いつきです。はい。思いつきです。そうですよ、思いつきですよ。そうなんです、思いつきなんです。というわけで、その思いつきの3桁の数字を当てていただきたいと思います。はい。じゃあ、問題はね、3Days の時のライブをやったじゃないですか。うん、はい、だから、また今週末、福生で営業しますので、はい、23、24とカオリンがやってきて、この時は普通にミュージックチャージなしのバー営業的な、うーんって誰かが今抵抗した、うん、なことね、ブルって言った、大丈夫、はい大丈夫です。ね、本当はチャージでも少しでも取ってちょっとでも稼ぎたいんだけどね、急に明日2000円ですって言われてもね、3日もやっちゃったしね。そうだね、でも週、まあそうね、 週末はなんかライブ時間を、でもな、地元の人この間ね、その 3Days の時にライブで前からだから店の近くを通ってて気になってたんだろうね、なんか、うんうん、なんか開いたな音楽の店がみたいので、で一日やってきてくれて、うん、でカオリンがその時まだ店まだあれだよね、オープンしてライブやる前で、そこですいません、今日はミュージックチャージが2000、ライブなんでミュージックチャージが2000かかるんですけどって言ったら、あ、それはいいやって言われて断られるっていうね、そうその決定権お客さんにあんのよ、うん、そっち、それじゃなくてみたいなねそれじゃなくてコーヒーちょうだいみたいなあ、はいあ、はいってなったよね、もうそれがちょっと面白かったんで、もうそれでいいかっつってね、地元の人がそうやってやってきて、ライブとかじゃなくてみたいな人はもう入ってもらって、最初はねお茶でも飲んでもらえればいいじゃないかとそんな感じにしたかったんだけど、まあまあまあ、でも今週末はちょっとチャージなしにして頑張ろっか、頑張る。まあ別にだから、あれにしよう、投げ銭みたいなの用意しとこうか。投げ銭？ライブをだからカオリンがやって、それでほら前はなんかカラオケもさ、1曲歌うとなんかママに200円を渡したりとかして歌ってたじゃん、うん、それでママにこれ歌ってよなんつってこうお金をカラオケを入れる人もいたのよ、なんか常連さんはね、そういう感じでさ、チーママこれ歌ってよつってなんか投げ銭をくれたら、しょうがないわね、じゃあ歌うわよって、ハロハテキューして選曲がそういう投げ銭制度やろ、明日、明日明後日はミュージックチャージというよりは、うん、だから分かんないけど、カオリにこれ歌ってほしいみたいなのがあったら、リクエストともに投げ銭を入れてもらう。まあだから1000円入れるから、これとこれとこれ歌ってみたいなセット割引もありでなんか俺店始めてからこういう発想になるんだよ ね、 なんかね、そう、投げ銭ライブも、まあ、最近は多いっちゃ多いのかな、投げ銭ライブってやったことないけど、だそれはもうほら香里さんのライブだから、それはもう丸々香里さんの収益ですよ、チーママの収益ですよ全部、まあ、8割は店が持ってるんですけどもピンハネがまあなんか最初だから何でもやってみればいいね、いろいろやってみましょう、試しながらで ね、 ね、やってみる、やってみる、ラブイズずっとラブイズボアって歌ってるでしょまず昨日YouTube 見ちゃったけど本家のラブイズオーバーどうなんだろうと思って、細木さんかいっつってたでしょああさあ、それではそんな明日香里さんに、はい、
投げ銭で届いたリクエスト曲、リクエスト曲、それをちょっとみんなで考えてもらいましょうよ、はい、なんかね、実際にそれも歌うかもしれないし、ね、ぜひ皆さんあのこういう曲代わりに歌ってほしいなってやつを、うん、そしたらあの前日にあの、うん、心の準備もできるしね、それやってみましょう。はい、それでは明日、明後日のライブ、フッツァベースボックスでの投げ銭ライブでカオリンに届いたリクエスト曲とは。さあ、僕 の、 あの用意した数字は先ほどカオリンがネタバラシしたように思いつきって書いてあるやつです、はい、全然何の脈絡もない感じ本当に全然脈絡ないです、意味ないです、はい、それを、3桁の数字、最初に1桁数字を入れてもらって、はい、それから、答え、お題の答えを書いてください、はい、僕が面白いなと思ったら途中でピンポンって鳴らします。それが西座ブッチュの差し上げます。カオリンが途中でピンポンって鳴らしたらフル座ブッチュの差し上げます、はい、西座部フル座部はそれぞれ自己管理でカウントしていただいて10枚単位で申告していただくと素敵なプレゼントを差し上げるということになっております、うん、ザカさん無縁坂無縁坂とか、あ、でも無縁坂いいんじゃない、いい曲よ、女の人が歌ってる、演歌歌手が歌ってるの聞いたことある、天城越え、天城越えいいじゃない、歌ったことあるね、あ、本当、え、歌声喫茶で、あ、本当、天城天城天城3つで500円、最上ロックって何これ、負けないでライブバージョン今日はライブバージョン、ギターすごい激しくてかっこよかった ね、 なんかね、ライブバージョン、踊るポンポコリン、あ、これもいいんじゃない、ピーヒャラピーヒャラピーヒャラパッパパラパラピーヒピーオーヤンフィーフィーメドレー、これいいね、え、ラブイズオーバーしよう、こんな雨降るっつって花祭りリンダリンダ、あ、これもいいじゃないですか、これもうまい歌ったもんね、エルティカセブン黄金バットか、コウモリ、コウモリ女だからね、香りね、無双花、飛んだ飛んだ跳ねた跳ねた、ヒサメ、私のビートルズ、誰が常田不二雄さんの、え、これ常、え、なんだ、え、なんだっけ、忘れちゃった、攻撃戦だ、翼をください、五大悟の到着しない銀河鉄道39、到着しない翼をくださいできそうだよ ね、 なんかね、そうだね、セーラー服を脱がさないで、おにゃんこ、これでも世代ではない、おにゃんこの時っていくつぐらいだったか、幼稚園です、幼稚園か、あ、でも歌ってましたよ、あ、本当、うーん、テレビの前で、テレビ朝日の歌、んあなたの名お名前なんてのトニータニ、あ、じゃあそろばんも用意しなきゃいけないね、着陸できない飛行機群リベンジしたよね、リベンジ しないといけないね、あれよね、悲しい酒、私今夜もイライラよ、サツキ緑の歌、こんなのあるんだ、YMCA ズートルビーメドレー、俺が好きだったのなんだっけな、 恋の夜行列車とかね、あと何だっけ、君を待っているよ白い歩道橋の階段、これで確か紅白出た、カプセルのスターリースカイ、1週間に10日恋、これもさつきみどりさんだね、ラブマシーン、宇宙戦艦ヤマト、エブリシング、これどう、ミーシャ、うん、歌ったことある、ヨエビなんて、ヨエビチン、ヨエビチン、ヨエビチン、何それミスさんが変、お嫁に行けない私、エビはカニじゃない、償い、あ、テレサテンとかいいね、うん、嫁に来ないか、加山雄三の替え歌で、あ、婿に来ないかってことか、婿に来ないか、嫁に来ないかは新沼謙治か、お嫁においでが加山雄三か、愚か者よ、これ当然あの萩原健一バージョンで、マッチが歌うと、おおろかものよでしょ、うん、で萩原啓治だと、おろかものよって言うんだよ、え、どういうこと、わからない、あれびっくりするで聞いてると、え、誰の歌、今夜はマッチの歌で眠れよご覧、インド人の嘘を抱いて、
待つの酒は満たしたつってマッチの歌じゃないの？あのだから なんていうの、あの同時にリリースしたりするじゃない、共作して、うん、一緒にあの同じ曲をさ、萩原家証券も歌ってたんだ。そうなんだ。そうそうそう、つけまつける、こんな私に誰がした、ボヘミアン、カオリの声でボヘミアンいいかもしれないね。すごい弱そうなボヘミアン、ボヘミアーンつってシルエットロマンス M とかいいじゃないですか、ね、M こないだ、これで歌ったね。ジュピター平原綾香、低い声、あの迫力はなかなかね、うん、割れる割れる耳割れる耳割れるってどういうこと、耳は割れないわよ今割れ、音割れてた。じゃあ1分前でフラリ気分でのロックンロール、これも良くないのか、チャタチャタイーナタイーナタタタイ、わかんない、ちょ、母の言動、ちょ、ちゃんと歌って、チャタタイーナタイーナタタタタイーナタタイ、やっぱこんな歌なの、そんな歌、レインボーガール、祭り祭り、ジュピターイングリッシュバージョンとかあるんだ、イングリッシュバージョンとか、チチンプイプイ、メケメケ、瀬戸の花嫁、クローズトゥユー、クローズトゥユーになってるけど、クローズ、クローズ、ん、クローズトゥユー、クローストゥユー、クローズだと閉じちゃうんじゃないの、あ、クローストゥユーだと近、あの、そばにいることなんじゃない、スーダラ伝説メドレー、あ、これもいいね、津軽海峡冬景色も好き、前、水色の雨、愛しさと切なさと心強さと、2、1、終了。この間なんだっけ、俺がコンクールすごい好きだったの、富士居酒屋富士、うん、最後は最後じゃないのか、最終回の前は篠原涼子さんでね、そしたらあれなのね、なんか篠原涼子さんと、うん、なんだっけ、あの刑事もののやつ、アンフェア、アンフェアで、あの永山さん、あの主演の男性とコンビを組んでやってたんだね。でそれでその掛け合いがなんかしっくりくんなっつって何回もやってて、うん、だ多分そのね、ドラマを見てた人はすごい面白かったんじゃないかな、うん、なるほどね。呪い山崎八子、カモン達夫の負けがなんちゃらなんだっけ、あれ名前負けだっけ、名前負け、ダンデライオン、ユーミンかな、いろいろあるよね、ダンデライオンね、うん、ダンシングヒーロー、振り付きで、オラは田舎のプレスリー、知ってる、うん、吉幾三さんの初期の頃に、わかんない、もう吉幾三さんってカオリンはあれじゃない、あの雪国とかの人でしょ、酒よ、一番最初アコースティックギター持って、うん、俺は田舎のブレズリー、百姓のせがれ、生まれ青森五所川原、一品来てみなか、あ、知らない、俺は田舎のブレズリー田舎のブレズリー、やいやいやいっつってたの、悲しき酒、さっきも出てたね、ふっさしかってあるのかな、予作大都会、あ、大都会の、じゃあ俺声高い方やるからさ、あのサングラスかけてカオリンが裏切りの言葉にってやろうよ、出ないよそんな声、セイイエスとかいいじゃない、なんか、あ、オラ東京サイクダは知ってるよ、知ってるか、そっかそっかそっか、銀座の恋の物語、銀恋とかデュエットしたがる人出てくるかもしれないね、ハイスクールララバイ、これで終了が、ザカさんも入りました、うん、ありがとうございます、弱いちゃんさんも入れてくれて、私をスキーに連れてって、曲がある、ある、マットヘッドラブ、ここで終了、空港、桃色吐息が聞きたいって、やらせてやらせてってやつですよね、はい違ったっけ、はいだよはいはいもう道頓堀行進曲、海原千里万里、あ、これも昔よくかかってたよね、特になんか大阪のイメージだわ
マジで桃色吐息よ。東京でベゴーカウダイ、八王子日中の効果昨日小倉さんが効果は日中は効果がないとかわけわかんないこと言ってたもんね。効果のない学校ってあるの？あるのかな。あ、ホテルへ帰られた大西さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。大変だろうね、外の。今どこだっけ、香川だっけ、松山だっけ、四国、松島だっけ、勝浦だっけ、北海道だっけ。なんで北海道まで飛んじゃう。お疲れ様です。男と女のラブゲーム、懐かしいね。飲みすぎたわよってやつでしょ。ほんとやる気ないでしょ西さん。飲みすぎたわよ、気持ち悪いよ。だって絶対一回ちゃんとさ、普通のメロディーと歌詞が浮かんでからさボケてるでしょ。そういう言い方しなくたっていいじゃない。俺だって一生懸命やってんだから。サウダージ吉祥寺っていうのがあった。四国松山です。北海道行きたいって。大変ですよね。お疲れ様です。売れましたか。松山あたりだとなんか売れそうじゃないですか。うぬぼれはラッタッタラッタッタスクーターワルツーなんだっけ、ラッタッタってラッタッタってなんだっけ。チェックしました。ラッタッタラッタッタラッタッタっていうバイクなかったっけ。バイク、うん、ラッタッタ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 うぬぼれワルツーあんた男前私女ラッタッタラッタッタ。北海道行くのは命がけなので売れませんって。スクーターなんかラッタッタって本当なんていう名前だったっけ。あれラッタッタ、ヤマハのスクーター、ヤマハのスクーター、名前ラッタッタじゃないよね。ウォリンドルフィンさん、リシナボが250枚を突破した模様。はい、チェックします。おめでとうございます。それではフリア先生から発表です。来てくださいって。ソフィア・ローレン、パッソルか、パッソル、パッソーラか。あれ止まった。ジャンは、え、なんでジャンっていつも入れてる。入れてねえだろ。なんでジャンを流さしたんだよ。あれなかったっけ。ないよ、あのダララッつって止めてるだけで。そうだっけ。そうそれでだから当たった人を発表するときとか数字を発表するときはジャンだよ。じゃ欲しかっただけです。ジャンがジャンが欲しかったんだよ。だってということで当たりありませんです。パッソル、パッソーラ、懐かしいね。そういえばあのジェンマってあったよね、ソフィア・ローレンで思い出したけど、ジュリアーノ・ジェンマのジェンマを取ってジェンマっていうスクーターの名前で、あ、ロードパルっていうの。あ、そう、ホンダ情報がただいま錯綜しております。ホンダなのかヤマハなのかロードパルなのか、いろいろだね。パッソルとパッソーラあったような気がしたんだけどね。紋別ね、北海道行きたいな。ホタテ食べたい。今度北海道行こうね、次ね。え、あ、でも冬、私ホタテ食べたい。そういうことじゃなくてさ、あの熱いホタテ、分厚いホタテが食べたい。うざいあのミルヤさんのあのふるさとの羽幌とかさ、うん、羽幌とか行ってこう、あのなんか峰屋さんのなんか留年した学校とか見に行こう。なんで留年した学校留年した学校別にいいかな。ラッタッタはラッタッタはロードパルの方です。そうなの、え、
いやいや、なんかえパッソル、パッソーラはヤマハ、ロードパルはホンダで、ラッタッタはロードパルの方です。ホンダロードパル の、 あのキャッチコピーというか、その相性がラッタッタだったんだね。なんで、あのね、本当に乗るのがだからラッタッタ、昔、今はもうあのスイッチを押してセルを押してさ、モーターセルを押してギリリリリンってエンジンがかかるじゃない。昔のバイクって、うん、当たり前にこうエンジンかけるのが大変だったのよ、うん、必ずあのキックのスターターでよくやるでしょ、あの上からこうギュンって踏んで、見たことある。それなかなかそれがかかんなかったりなんかして、うん、で女の人だとなかなかそれかけられないじゃん。それでなかなかそういう風に女の人には運転しづらかったのが、そういうラッタッターっつって走るような、あもうラッタッターっつってラッタッターっつって走るぐらいな、レベルが違うんだよってやつですよね。これが今の、これ本当に合ってるの。これが後のあの下道さんのね、あのレベルが違うんだよ発言につながるっていう、その原点はラッタッターにあるんでね。ロードパルはゼンマイ式のスターターだった記憶が、けったくりとか言われてた。なんかでもその足でガンってやって、うん、エンジンそう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 かけてるのは見たことあるね。だからあれが大変、それがでも今もうボタン1個でセルでスタートするようなのとかさ、それが最初にすごい簡単にスタートできるようになって、それをラッタッタって、あそう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 そラッタッターって感じで、ラッタッタッて、違う、ラッタッタえ大丈夫かな、ミュージックわかんない、なんかテンションが顔にちょっとおかしくなってるんだけど、ニッサンのテンションが変なのよ。この流れでミュージックボックス行くのすごい危険な感じがするんだけど、ニッサンのテンションが変だから一回落ち着かないとね、ちょっとねこのままは危険すぎるね、なんかね。あ、いかんいかん、ちょっとあの一旦終わろう。あお息子さんのお迎えにね、行ってらっしゃいって言ったとかさ、ロードパルね、電動バイクとかね、昔の車はボンネット開けてくるくる回してとか、ね、してたんで、こうやってあの飛行機なんかもそうじゃん、なんかそうやって巻いてこうやってスタートさせて、ブルーンってなってから、えわざわざボンネット開けて回して、ボンネット開けてなんか棒みたいなの取り出して、こういう、ねね、巻くやつがあるのよ、なんかそういう大きい、それをこうやって回してかけたりしてたよね。足跡マークのタイヤを履いたホンダズーク、そんなのあったっけ。まあいろいろ懐かしいね、可愛らしいアイテムがありますよね。この二人やばいって言われているのがタケちゃんから、タケちゃんに言われるとね。ねお前に言われたないわっていう感じよね、なんかね。私は言ってない。さあじゃあ、当たり出なかったんで、はい、やるか。あの ロスタイムのことなんて言うんだっけ、今アドディショナルタイムだっけ、アドディシャルアダドダドダシャルタイムだっけ、なんだっけ、アダチ君のタイムみたいになってる。まあいいや、ロスタイムでいいんじゃない、ロスタイムやろうか。はい、1分間、はい、今度は数字だけ打ってください、スタート。今度はあのあれです、なんかあのあジェンマ、ジュリアのジェンマ CM 出てたもんね。ジュリアジェンマがね、なんかね、あの確かあのチェーン、なんかチェーンかな、チェーンだったりベルトだったりして、それが切れたりとかするとすごい重くなるんだよね。アディショナルタイム、アディショナル、アドディショナルタイムじゃないの、アディディカチクセナルタイムでしょ、正確に言うと。もうよくわかんない。20秒、残り20秒。数字はリアルタイムで今見ております。
残り10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。あ、でも近い数字は出てるけど、どう、出ないかな、出ないかな。これで終了かな。はい、残念でした。ありませんでした。753かなと思ったけど、なんでだろう。なんで 753？ なんでなんで、なんなんか根拠があって、なごみ違うな。あのさ、あのもう終わっちゃったんだけどさ、金曜日のさっきの7時ぐらいまで、あの俺がいつも言ってた、あの皆さんにはモモサンサンクスっていう名前で有名な愛宵店だっけ、はい、ね、そこのサンクスが鹿沼公園のね、そこが閉店したんです。あ、そうだね。それで閉店して、あの改装されて、しばらくお休みして、ファミリーマートになって、はい、あのオープンする。あのサンクスってみんなそうなんだよね。今ファミリーマートで確かあの吸収合併されてるみたいな感じで、だんだん品物がファミリーマート寄りになってたんだけど、で結局全部をかなりの改装するっていうんで一回店を閉めるんです。それで、おとといかな、一回俺あの火曜日に行ったじゃない、はい、あのラジオの前 に。それでいつも西ラジの前にそのモモサンサンクス行って、そこのね、なんだっけ、刈谷さんっていうバイトの、その、まあ、もともときっかけあれだったよね。あの焼き鳥を頼むと、ももさんが一つ、川さんがお一つみたいなね。そうだね。ネギマが一つ、あ、それをさんつけないんだみたいな。そういうすごい丁寧で、それで、あのコンビニ店員の鏡みたいな、ね、そういう絶対お客さんに不快な思いをさせないというね、そんな素敵な店員さんが、いらっしゃったんで、仲良くずっとね、毎週必ずそこには通ってるんですけど、先週行ったらもうかなり棚のにもなものがなくなって、そうだ ね、ガラッと空いてるところもあったもんね。 それで今日金曜日の7時までで、閉店セールをやって終わるっていうのを、それでね、俺のところに珍しく刈谷さんからメッセージが来たの。あ、名刺を渡してたのかな。そうかもしれないね。それで、突然ですけどすいません、あの22日の夜7時でお店を閉める前に、在庫が、あの今日から閉店セールをやるんで、なんとかラジオで告知みたいなのできないでしょうかっつって、それで俺あのすぐにあの局の編成の人と大木さんとか、あとセミマルにも頼んだり、あと侍くんとか鈴音ちゃんとかみんなにちょっとお願いして、もしなんか話せる場所がもしあったらでいいから、あのそういう告知をちょっとしてあげてくれないみたいな風にして、いつし今日も閉まった、今日もう終わったんだから、今日の7時までやってたの、それあ、そっか、なんで金曜ユーストホテル、あの夕焼けホテル言わなかったんだろう。で、知らなかった、カオリンが知らないってなぜ最初にカオリンに言わないっていう、本当ですめっちゃ言う時間あったのに俺カリアさんからそのメッセージをもらったの初めてだから、すごいよっぽど困ってんじゃないかなと思って、でそのメッセージには、あの今日もちょっとあそこのお店の店長さんの話題で盛り上がったじゃない、その刈谷さんって人はいらっしゃいませ、あ、今日もねちょっと天気も少し良くなりましたけどまだ暑いですよねみたいな会話をしながらこうやるっていうね、本当にあの接客の上手な人なんだけど、それに対してその店長がなんかなんていうのかな、60歳の引きこもりみたいな感じのイメージ的には あ、 の、ね、あんまり声をちゃんと聞いたことがない、声をね全然聞いたことない、それで全く人の目も見れないし、なんかすっごい、あのもしこの中でバイトの人とか働いてると全員並べてみてどうする、誰か一人クビにしていいぞって言ったら多分店長が
選ばれるんじゃないかっていう。いやもちろん分かんないですよ、実際はもちろんね、うん、あのお店をちゃんとやってらっしゃる人ですから。接客は苦手そうだよね、全く無理そうな、頭ももしゃもしゃっとしててね。それでさっきももうその話題でみんなと盛り上がって、うん、あのお家が近い人もいたりなんかして、あの店長が変わってますよねみたいな。知ってました、みんな知っててそしたらなんかその刈谷さんは立場的にはバイトなわけですよ、うん、アルバイトの人がそんなことを、ね、言うこと自体もちょっと不思議な感じするけど、まあ刈谷さんって人がやっぱりすごくその接客も上手だし、うんうん、お店をまあ上手に切り盛りしてる感じなんだけど、その刈谷さんから俺にメッセージが来て、どうやら、店長がアホみたいにもう閉まるのにものすげえ仕入れやがったっていう店長でこのままでは全部これもう廃棄処分にもうするしかないから、だからもうあのなんとかちょっとでもこう減らさないと、これを全部廃棄してたら相当な打撃なのでみたいな、そういうメッセージが来たね。それで局の人たちに、そうもうだから金曜日にはもう閉まっちゃうから、まあ多分金曜日にはにもういつ来たのそのメール、いつだ、ラジオが終わった火曜日の後、一昨日の15時21分だって。水曜日ってことか。水曜日の午後で、それでそれをすぐみんなに転送して、大塚さんなんかは美香ちゃんの TDH なんかでもなんか、じゃあ電話しましょうかって言ったんだけど、やっぱり電話だとさすがにアルバイトの立場で、あそうだ、ね、急にその店のあの話をするにはなんかお店のなんか許可を得なきゃいけないみたいなんでできなかったんだけど、そうやってみんなに協力してもらって、だからそれ心配だったんだよね、今在庫が全部なくなったかどうかって今気がついたんだけどさ言えたのに4時台とか、いやでも多分もうなくなってると思うんだよ。まあね、でそれで結構みんなラジオの方でも告知をちょこちょこ入れてくれただろうし、あとあの結構侍くんもいつも利用してたっていうんで、じゃあガンガン買ってきますよみたいな、あ自らねそうそうそう買い占めてきますよみたいな、買い占めそういうので、少しは少しはなんとか、なったんじゃないかなと思ってんだけど、そういうことがあったんですけど、今度生まれ変わったら今度いつだっけ、再オープンするのがいつって言ってたっけ、10月だっけ、10月だね、なんかまた金曜日とかだった気がする、来月13日朝7時からだって、10月の13日、金曜日だ、金曜日だね、朝7時からオープンだそうです、はい、ぜひ皆さん、はい、ももさんサンクス改め、ね、ももさんファミリーマートにぜひ寄っていただけたらと思います、はい、頼んだらラジオで言ってくれるんだ、じゃあ松山売れないので宣伝わかりました、みんな松山に、松山みんな松山にレッツゴー、さあそのこの辺でね大変ですよね、なんかなかなかいろんな人が苦労してるなと思いますよ、頑張りましょうね、僕も頑張るから、カオリンが一番頑張るから、さあこの後10時からのまずはね、ミュージックボックス、まずは聞いていただきたいと、あのメールをメッセージをぜひ、お待ちしております、あのミュージックボックスですけれども、あの同じで839@fmhot.jp、こちらの方で構いませんので、あのカオリンにあのミュージックボックスの中での生放送で何をやってほしいか、あの生歌っていうのがやっぱりミュージシャンの番組なんでいっぱい一番来るんで、できれば生歌以外のなんか、あの面白いコーナーを考えてもらえたらありがたいです、はい、普通歌なんかもね、あの募集しております、それからリクエスト曲も、今度は生放送ですからかけられるので、それも合わせて送っていただければと思います、はい、今度来週5週目なんで ね、どう早速担当がいない5週目がやってくるね、ね、なんか考えます、頑張って頑張ります、はい、ぜひ皆さん聞いていただいて、それであのツイッターでもあのシャープハッシュタグシャープミュージックボックス、はい、ミュージックの後ろに VOX です、全部小文字で大丈夫です、このミュージシャープミュージックボックスで、一応こちらの方でもチェックしておりますので、そちらの方にも書き込んでいただければと思います、10時からのミュージックボックス、古谷担当、古谷香里担当の週、ぜひ聞いてみてください、ということで今週はちょっと早めですが、早めでもねえな、終わりたいと思います。
ミュージックボックスでお会いしましょう。ちょっとカオリンのちょっとテンションクールダウンして、番組クールにお送りしたい。ミスさんに引きずられてちょっとなんかテンションが俺のせいにすんな上がってしまうかもしれないんでぜひミュージックボックス聞いてください。お相手は西健二と古谷かおりでした。後ほどね、じゃあね、バイバイね。 Love is over。配信をしないからね。